始まるドライブグリーンプロジェクト。川崎汽船 K ラインは環境負荷低減の集大成としてドライブグリーンプロジェクトを立ち上げ、国内造船所や船舶機器メーカー各社の最先端技術を結集し、世界最高水準の次世代環境対応フラッグシップドライブグリーンハイウェイの建造を進めています。ドライブグリーンハイウェイは低燃費化による環境負荷低減と積載能力向上の両立化を図ったシミュレーションの結果、全長はおよそ200メートル、幅は 37.5 メートルのポストパナマックス型、積載能力は完成車7500台積みです。目標とする環境負荷低減は既存船と比較してソックスで 90% 以上、ノックスは 50% 以上の削減。しかもこれらを実現させながら、さまざまな省エネ技術による燃費向上によって CO2 を 25% 以上削減しようとしています。これらの環境対応は IMO 国際海事機関が計画している大気汚染物質排出規制に前倒しで対応するものとなっています。搭載するエンジンは燃料に水を添加する水エマルジョン燃料装置と、排気ガスの一部を再び利用する排気ガス再循環装置とを組み合わせることで NOX を大幅に低減させます。さらにはエンジン出力に応じて効率的に下級機の運転を自動制御する装置により、総合的な NOX、CO2 排出量の低減も可能にしています。排気ガスの出口部分にはスクラバーと呼ばれる SOX 浄化装置を搭載しています。スクラバーは SOX が水に溶けやすいという性質を生かして、海水や真水で排気ガス中の SOX をきれいに洗い流す装置です。この装置によって IMO の SOX 規制をクリアし、コスト効率化を高めます。再生可能エネルギーも活用しています。トップデッキにおよそ910枚並べた太陽光発電パネル、船舶向け太陽光発電システムとしては世界最大級の発電量です。その能力は車両デッキ全ての照明を賄える電力を生み出します。この他にも数多くの環境負荷低減機器や省エネ機器を採用しています。通風ファンや海水ポンプには省エネ効果の大きいインバータ制御を採用、発電機から発生する排気ガスの熱も無駄に捨てることなく有効に活用しています。船底には海水との摩擦抵抗が少ない低摩擦塗料を採用、従来に比べおよそ 2% から 4% の燃費低減効果を発揮します。プロペラは高効率なプロペラを採用することでおよそ 2% の省エネ効果を得ることができます。舵の両側には非対称のフィンを取り付け、燃料の節約と速力の向上を図っています。流線形のスタイリッシュなデザインは風圧抵抗をおよそ 20% 削減します。このほか低燃費で最適な運航を実現する最適運航支援装置の導入で CO2 をおよそ 3% から 5% 削減でき、これらの効果を総合して CO2 削減 25% 以上を実現します。また船体の大型化に伴い、完成車の輸送だけではなく、老老貨物や重建機類、鉄道車両など多様な輸送ニーズに応えることがより一層可能になります。世界初となる最先端技術を結集した次世代環境対応フラッグシップドライブグリーンハイウェイ。
7500台積載可能なこの船が就航するのは2016年春。 Kラインが掲げる環境ビジョン2050に向けて、これからも先進のチャレンジを続け、エネルギー効率に優れた輸送サービスで世界の物流インフラを支え続けます。